原秀子は日本の女優、タレント。本名、渡辺の子。東京都出身。現在は神奈川県在住。アルファエージェンシー所属。夫は俳優の渡辺博行。東京都武蔵野市吉祥寺で青春時代を過ごす。東京都立久留米西高等学校卒業。日本工学院専門学校中退。劇団四季の研究生として女優デビュー。 1980年の特捜最前線第160は、復讐愛、悪魔がくれたバリコン爆弾の両行役、1979年には、夕焼けのマイウェイで映画に初出演する。この時期、数多くのテレビドラマや映画のオーディションを受けていた。1980年のポーラテレビ小説、元気です。の主役を、宮崎よしこと争う形となったが結果として敗れ。 ヒロイン役である宮崎のライバル的な役柄で出演する。1981年に NHK の連続テレビ小説、本日も晴天なりの主演に抜擢されブレイク。同年に歌手デビューし、約束、青いラプソディーなどの曲を発表する。カティサークのヌードカレンダーにも出演して話題になった。1983年、高校時代の同級生と結婚し一条を設けるが、 1987年に離婚。1994年に渡辺博行と再婚する。後に一男一女が誕生。2001年にパートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。現在、一男二女の母である。第3回ヤフー・ジャパン文学賞受賞作を映画化した短編映画《雪の花にて渡辺博行》と初めて夫婦役で夫婦共演を果たした。 同作は2009年12月13日にテレビ朝日で放映された。2019年映画鈴木家の嘘で第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞を受賞する。ありがとうございます。